宮部定蔵の像、宮部定蔵4月源氏元年6月5日は、日本の武士、熊本藩士、尊皇上与派の活動家、なえさんとも、忌名は、蔵美、郷は田代、造成四位、養父に、宮部雅美、実弟に、宮部春蔵がいる。宮部定蔵将軍の石踏み、京都霊山五国神社熊本市の小峰墓地にある、 宮部定蔵母肥後国益上軍田代村に生まれる。医者の家庭で、おじの宮部雅美の養子となる。山賀流軍学を学び、30歳の頃には、熊本藩に召し出され、林桜園に国学などを学ぶ。長州藩の吉田松陰と知り合い、海江3年、東北旅行に同行する。松影と定蔵は海江4年、山賀元美に学んでいる。文久元年には、 肥後金納刀に参加する。文久2年には、清川八郎も、宮部を訪ね、肥後に来ている。その後、京都で活動する。文久3年に起きた8月18日の政変で、長州藩が刑より追放されると、宮部も長州藩へ去るが、源氏元年には再び京都へ潜伏しており、ここを俊太郎のところに寄宿する。源氏元年6月5日、 池田屋で会合中に新選組に襲撃され、奮戦するが自陣する。去年45、明治24年1 4位を送られている。墓所は、京都霊山五国神社と熊本市小峰墓地及び桜山神社にある。金江春園は、熊本県上増樹郡三船町上野にある、宮部定蔵と弟の宮部春蔵を記念して、作られた公園。定蔵と春蔵から、 一文字ずつ取って名付けられた。対象二年婚流の懸賞費、兄弟それぞれの下費、宮部帝蔵の像などがある。帝蔵の下費には、いざ子供馬に、倉桶九十の五回の桜散らぬその間にとある。この歌は、公明天皇の、ほっこ取りて守れ宮人九十の五回の桜風そよぐなり、に答えたものと言われている。近くには、宮部定蔵聖カートがあり、数百メートルほど離れて、 宮部帝造一族の墓所がある。ありがとうございます。